はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズ2続きやっていきたいと思います。まあ、ルカ編で、前回177種類までモンスター集まりましたね。ということで、今回はここからスタート。177から、まあ、どうなるかなんだけど、前回ね、低い鳥と、なんで雲の代用とかでもね、なんかできるよね。ハテナって書いてるから、氷河魔人かなと思ったけど、氷河魔人一回仲間入れてるから、ハテナではないんだよね。だから低い鳥だから、これ多分氷河魔人かなランプの魔王とかもさ、できるじゃん。だけど、溶岩の方だよな、多分。あ、違う、サンダーバードか。あ、サンダーバードもハテナなの？あ、そうなのそんなんできんだ。あ、まあサンダーバード出てくる扉あったんだけどな。まあいいや。うん、まあいいや。図鑑また178の。それはいいんだけどさ、もう一個なんかいたじゃん。あ、そうだ、グレンデルでアクバーができるんだけど、二軸クジャクがオスだから、これのメスか。ね。そう、サンダーバードハテナか。普通にサンダーバードって書いてる扉あんだけどねはい、できました。これでグレンデルはもう必要ないかな。で、二軸弱どっちだったっけ、オスだったっけ、メスだったっけ。今回配合していなくなるかな。だけどもある程度のものは持ってるんで、その出来上がったのと、今度邪竜戦士だから、もう一体作んなくちゃいけない。耳打ち欲しいんだよな。オスだから、ちょっとメス作ってくるね。とりあえずね。メスのアクバ、生まれさせて。お金ないかな？まあ、ギリだね。とりあえずこれでメスのアクバーできたでしょ。上がりづらいと思うんですよね。で、出来上がったものを上げつつ、邪竜戦士と混ぜて耳打ちが使えるようなんだけど、まあそれはそれでいいかな。あ、違う、負荷だ。お金がない。ないんだったらしょうがない。天空のゴミ拾いしてきてもいいんだけど、なんか売っていいか。やっぱちょっと残しとくべきだったな。小さなメダルあと1枚でモンスター交換できるんだけどね、なかなか落っこってないんだよね。他国に落っこってんのかな。で、今回天空に行きたいんですけどね。売るもんなくね。いや、まあ拾えんだろ。とりあえず今ちょっと急を要するんで300ぐらい取っといて、孵化させて、でそれを連れていかないとね、いけないから、それで天空をまあ石盛り何個か持ってるんで、まあ今回と次回か、次回ぐらいでまあコンプできればいいんだけどね。いっぱいあるもんね、天空ね。変化の杖使わないと入れないとこもあったな。あそこ全部捕まえたっけ。捕まえてねえよな。まあうろうろしてたらお金も貯まるでしょうしね。それで狭間の世界は動く石像だけなんだけど、もう動く石像出てくるマップがもう存在しなくなっちゃったんで、まあ作るしかないね。作るか捕まえるしかない、他のとこで。はい、アクバーできました。ようやくなんかまともなボス系ができたかなって感じ。二軸弱がね、アクバーと二軸弱でできるのがいいんだけど、それを今回作ってレベル上げたいかな、ね、すぐ上げてもいい。32だからね。だからこれハッスルダンスを、あ、シャナクもいらないな。シャナクいらない。シャナクを耳打ちに変えて、ハッスルダンスをベホマズに変えたいかなって思うんだけどね。ってなってくると、邪竜戦士側に、邪竜戦士側にここにあれ混ぜたいな。なんだっけ、
エルコンドル。エルコンドルを混ぜたいんだけど、6層になるよな。ってことはドラゴン系とヘルコンドル混ぜて20いくつかまで上げればベホマラ覚えんだけど、どうしようかな。後の配合に混ぜてもいいか、どっちみちハテナ系できるからね。それと前回、どうやっけ、メタルドラゴンとなんだっけ、なんだったっけ、メタルドラゴンとなんか使った、フィアーパペットか、なんかとメタルドラゴンでハテナだったよね。なんだったっけ最後、サンダーバードじゃなくて、ズシオマルじゃなくて、ライバーンできんのか。え、待って、蛇竜戦士と、あ、ここでもいいかも、ベホマラ。あ、待って待って、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、考えろ考えろ。ガメゴンと、なんだっけなんだっけなんだっけ、キラーウェーブか、違うな、ドラゴンだったっけ、違うな、え、最後何とハテナだったっけ、忘れちゃった。キャタピラーとハテナ、あれ何とハテナだったっけ、サンダーバードができる感じか、メタルドラゴン、メタルドラゴンと何かだったっけ、あ、そうだ、メタルドラゴンとズシオマルか。え、これ何できんだ、そうだね、そのハテナをちょっと埋めたかった。どっちかできんなの、溶岩魔人、氷河魔人ではないよな、氷河魔人はだって作ってるもん。あ、氷河魔人か。あ、これは取っとこう。まあレベル上げてから配合でもよかったけどね。メタルドラゴンいればこういうのできるからね、結構いいよね。よっしゃ、これで氷河魔人いればゴールデンゴーレムできたんだけど、ゴールデンゴーレムとズシオマルでできたのいたんだけどね、確かそんな感じか。巻き取り、ああ、大波くじできたね。そしたらちょっとお金ないから、これで、まあ、配合が何分かかかったけど、アクバをレベル上げて、どうしようかな、ヘルコンドルどこに使うべきかな。ベホマラは持ちだからね、もう一体作るしかないな、まともなの。よし、じゃあ今回は天空ですね。天空のまずゴミ拾いしてお金貯めるしかないんで、まずね。なんだけど、それ一番最後でいいので、氷はね、全部捕まえてよね。よっしゃ、全部星マークついてるんで。で、狭間がね、動く石像ついてないんだけど、マップないんで、天空だね。天空はだいぶいるでしょ。あー。メタルスライム、あ、待って、大イグアナ先行こう。大イグアナが、あーとね、そうだね、いっぱいいんな、あ、結構いんな、あ、あ、あ、なるほど、キラーマシンとかもいんの、どこにいた、キラーマシンいた、変化の杖使わないと、とりあえずあの大イグアナいる場所入れないんで、あいつだけ捕まえてこよう、まずね。とはいらないんだけどね、ルカが変化の杖でモンスターに変身しないと入れない洞窟があるんですよ。そこにオイグアナいたと思います、
ぜ、あったあった、もうそこだけかな必要なの。あとは野生地がゼロじゃないと入れない塔にいたのが悪魔の騎士か。そういうところちょっと埋めようね。デスソーサーとかもね取りたいけど、そこにスカイドラゴンいたんで、まあグレートドラゴンとメドサボールでヤマタノオロチできるのかな。確かドラゴンじゃなければグレートドラゴンだね。配合理論してればね簡単にできるんだけど、1匹目は簡単なんだけど2匹目捕まえりづらいとかさ、結構そんなのあるんでこのゲームはね。まあこのゲームはというかこのゲームに限らずだけどね。今の強さで鍵取ったらそこそこの鍵出てこない？ダメ？うん、まず下だね。OK。お金。で、お金稼ぎながら、わお。この岩邪魔だよね。で、ここにオオイグアナが多分いたんで、まあ多分っていうか多分じゃなくているんですけど、エビルシードもいたかな。あら、私パーティーの魔法使い、魔法で敵をやっつけます。でも魔法は苦手なので戦士に転職したい。なんだこれ。宝探しの楽しみはみんなで協力してできることさ。俺が勇者でパーティーのカリスマリーダーなんだ。へえ。あ、はじめまして、このパーティーの僧侶です。回復戦はできませんが宝探しに参加させていただいてるんです。えへん、俺らはパーティーの戦士なんだぞ。なんで4人パーティーなの。これずるいね。邪魔するやつはなぎ倒すんだ。あ、そう、頑張ってね。お、ピクシーになった。ピクシーなんか捕まえた方がいいね。はい、なんとか通れそうだ。ここに、この耳打ちがさ、大事だからね。大目玉、大イグアナ。ボックスライムここにいるんだ。大目玉って捕まえたっけ自分。大イグアナ、いるよね。大イグアナ、大目玉は？あ、捕まえてんね。よっしゃ。じゃあ、とりあえずここで手に入れなくちゃいけないのは、オオイグアナ。ドラケ6のモス。あ、いた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 。シムフリ1個使うか。ここはさっさともう出たいから。で、裏でね、着々と強いモンスター出来上がってるから、ね。さすがに入ったでしょう。入って頼むから OK。 サンディ、サンディがいなくなって、サンディこれとあと悪魔の騎士か。悪魔の騎士で城とかでっかいところは今度入る。マネマネとかも捕まえなくちゃいけないからね。よっしゃ。あとドラゴンマットとかもいたし、野生地、まあゴミ拾いながらね行けばいいかな、ね、ゴミって言っても625とか結構大層なもん起こってっけどね。もう道ね、何回も何回も来てるからもう大体わかんだで、ここに、ここで、ここだったっけ？ここだよな。あの、悪魔の騎士がいる場所。待って、道具屋。道具屋どこだ？あれ？道具屋？あれ？道具屋は？あれ？道具屋ないね。道具売ろうと思ったんだけど。え？道具屋ない？ここ。教会。あ、ねえわ、道具屋。なかったら、まあ、入って、ね、よかろう。で、悪魔の騎士捕まえてないんで、アイアンタートル、悪魔の鏡、人食いサーベル。全部捕まえた。人食いサーベル作ったね。アイアンタートルも捕まえたね。悪魔の鏡なんか作ったっけ？まあ、口笛がね、戦いたい時に使えるんで、やっぱ便利ですよね。
ここだね、悪魔の騎士に。霜降り2個ぐらい使っとく。1個で大丈夫かな。あ、バーカ。最後倒したら仲間入っちゃうからね、もったいないな。うわしかも入んないっていうね。え、マジかよ。これ多分バトルレックスとかできるよね。もったいねえなー。それだったらあのアストロン使って霜降り2回使った方が良かったかなっていうのあんだけどね。マジかよ、大防御してんなよ。霜降り、肉を買わなくちゃいけないね。よし、入った入った。よし、まあ今回結構時間来てるんで、これで配合して、まあちょ天空ちょろっとだったけどね、 ほとんど配合パートでしたけど。え、マジでキメラ使えんだっけこれ。でエルフの飲み薬入れればちょっと金になるじゃん。アクバーレベル上がってないよねきっとね。アクバー二軸弱、待って、強さでこれかですか。で蛇竜戦士と混ぜるから、あ3だって、ちょっとレベル上げてくるか。さすがに。とりあえずね、レベル10まで上げたんで、アクバーと、二軸弱だね。これで、ハテナって書いてるんだ。まあ、これでね、出来上がるのと、今ね、これ入れてる蛇竜戦士でさらに上できんだけど、蛇竜戦士、そこそこ覚えてんじゃん、いいもの。だからこれはこれで派生させたいから、蛇竜戦士もう一体作ろうかなと思って、なんかいろいろまたつけるの面倒じゃん。だからとりあえず今回はね、これね、あ、オスでもメスでもどっちでもいいや。二軸弱とかね、まあ二軸弱の先かな、まあジャミラスができたわけですけど、まあこれはちょっと連れていく。セーフティー、ちょっと待って、サイズなんかねえかな、まともな。リック、ダミアンでいいや。ダミアン連れてってね。戦士のリング、
これで並び替え、まあ、いつもこのパーティーだったからこれにして、邪竜戦士はまあ他の派生の時ですか、もう一回ジャミラス作るか別で。ああこれでいいや、バトルネックスできたね。まあ、こんな感じでちょっと図鑑埋めさせていただいて、次回はね本格的にいきなり天空回りたいんで、いつも配合から始まってたんで、ね、天空回って配合したいかな、ね。まあ、ちょっとレベル上げときます、さすがにレベル1はまずいからね。で天空のゴミ拾いしないとお金たまんないんで、肉をいっぱい手に入れといて、次回ねちゃんと回れるぐらいの状況にはしときますね。もったいないんだよね、ライバーンできるよね、ライバーン。ガメゴンからライバーンできる。これはもったいないですよ、玉手代ね。ギガンテスも使いたくないな。満タンになっちゃうからね、そこそこもう適当に配合しておきたいところなんですけど、サンダーバード、待って、サンダーバードなんかなんないのこいつ。ハナカワセミのために使う、やだよね。低い度にまたしてもしょうがないしな。なんだこれ、溶岩魔人ジャミラス、氷河魔人なんのかな。あーだわね。あ違う、氷河魔人じゃないよ。え、なんだこれ、溶岩魔人と、ちょセーブしよう。溶岩魔人とギガンテス何できるの。今185までね、まあ集まったけど、え、何できんだあれ。え、ぶしつけなんかいた。え、動く石像とかじゃねえよ。溶岩魔人とハテ何できんの俺。あ、バルザックかな。だわ。穴作んなくていいやじゃん。バルザックだ多分。そうだね。物質系だもんねあいつね。まあ適当に埋めとくか。大なめくじとか。何もなんないんだね。まあいいか、今回これで終わろう。じゃあ次回までレベル上げときますね。またちょっと配合考えておきますね。はい、ということで185種類まで集まりました。さて次回どうなるんでありましょうかね。だんだん配合先見えてきましたね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。